友情エンドみたいな感じかな。それはそれでいいな。シルビアさん。楽しそうやけど。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、デルカコスタ地方を訪れたアイラたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結果を破る力を持つと知ったアイラは、ベロニカとセーニャの導きの木に触れ、老主の悲劇的な最後とセニカの行方を知る。そして、すべての真実が明らかになったとき、預言者は自分がウラノスの善の心であると告げた。神の民の里で神秘の歯車を手に入れた一行は、忘れられた塔でセニカと出会い、彼女の導きのもと、ベロニカとセーニャが調べを奏でると、勇者の剣に光が宿り、その力でケトスが覚醒する。こうして一行は、ケトスを借り、邪神に挑むのであった。よくお戻りになられました、アイナ。アイナに我らが神の御加護がありますように。さあ、てことで、次のが最後の試練かな？向かっていきますか。どんな感じなんかな？割と2番目の試練は簡単やった気がするんやけどね。この聖なる苗木に手をかざすと、勇者の試練に挑むことができるぞ。勇者の試練は3つの試練の中でも、最も難しい試練だからな。挑むつもりなら確保しておくがいい。まあ、挑みますよ。苗木に手をかざします。勇者の試練、狭間の霊道。またこの、無駄に距離のある、狭間。マジで一瞬にしてほしいよね、この隙間隙間。勇者の試練、奈落の名城。ここは一体、どこなんだ？なんかこの部屋に階段が、これか？ここはどこだい？ここは、ん？あれか？何やった？あいつが、ウルノーガがおった城かな。こんな感じやったっけ？今までの中では多分一番、ね、一番新しい記憶やと思うんやけど。いや、全く覚えてねえや。こんな感じやった？あー、でもこんなような、あ、中、見たらこんな感じやったような気がしなくもない。ああ、こんな感じやね。うんうんうん。確かに、こんなんやったような気がするよ。あくまで気がするだけやけど。そしてとことん、モンスターたちを無視していく私。この辺なんかさ、あれか。風に乗るような感じのはないんよね。あれ？なんかヨッチおるんやけど。こんなところに。ああ、どうしようどうしよう。ようやく合言葉が見つかったのに、道に迷っちゃったよ。ここどこ？あれ？あなたは勇者様？はあ、よかった。安心したよ。お礼にこれを教えてあげるね。お、こんなところで。でもこの子あれよね。いつもやったら近づいたら消えるタイプの子じゃない？悪霊の祭壇のロンダルキアへの洞窟が解放されたようだ。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。勇者様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと頼んだよ。なぜこんな試練の間に迷い込んでんだ。どうやったら迷い込むんだ。よくわからんけど。まあ、ヨッチ族の移動手段もよくわからんけんね。さあ、どうだ。あ、これもしかして横になんか行けるところが。あるやん。
なるほど、そういうことか。こっちにも行けるんやな。ってことは、こっちに、スイッチがあるんじゃない？これ。え、多分絶対そうや。これスイッチや。あのマップの感じ。あったー。よし。あ、これ1階のやつ？え？そこの足場は？一階正面にある扉の封印が解けたようだ。え？あの、そこの足場はまだ出てこないんでしょうか？あっち側もちょっと行くか。え？あっち側ってどこだ？あ、あっち側ね。あっち側も行ってみよう。あっちも行ってないけんね。あれ？でもこっちスイッチじゃないな。あ、いや、スイッチか。スイッチあるね。あれや。若干奥まっとんやな。イェーイ。あれ、一階のやつって何やった？何があったんやった？宝箱があったんかな？多分宝箱があったんやな。でもそれ取りに戻ったらな、結構なんか戻ってくるの時間かからん？でも多分この奥に進んだらもうあれよね。ネルセンのやつ、うわ、ここ違う。ネルセンのところにたどり着くよね。ってことは一旦宝箱取りに戻った方がいいんかな。戻ろう、戻ろう。あ、ほらほら、宝箱、宝箱。絶対こんなん四方八方からやられる感じやんね。いや、大丈夫やけど。英雄王の鎧。勇者の衣。聖剣のローブ。よし。さっきからなんかセーニャがめちゃくちゃ周りを警戒してくれる感じの。初見じゃないけん、こうやって来れたけど、初見やったらもっと迷っとったよね。何これ？ワープ？扉じゃなかった。なるほど。じゃあこれもうワープしていった先におるんかな？ネルセン。ってことは回復しとこう。あざす。あざす。あ、そっか、あれよね。次、お願い事、あれやん。幸せになるとかいうやつやん。ちょっと一旦、セーブしとこう。よし、行くぜ。まだ試練クリアする前かだよ。ご褒美のことを考えてるやつ。お、これが勇者か。勇者あゆなよ。よくぞ勇者の試練をくぐり抜け、ここまでたどり着いた。我が最終試練を乗り越えれば、お前の願いを一つ叶えてやるぞ。試練に挑戦するか。はい。よろしい。では早速試練を行うぞ。これから現れる敵と戦い、勝ってみせよ。40点以内に勝つことができれば、お前の願いを一つ叶えてやろう。では行くぞ。40点以内やっていけるかな。お、いいね、いいね。助かる。攻撃力上げてくれるの助かる。え、どうなんかな？誰？なんか、女キャラだけじゃなかったやん、選べたの。みんな誰選んどるのが多いんやろ。いや、まあ、あれか。普通にしよったら、直前でセーブできるけん、全部見とる人とかも多そうな気はするけど。ね。全パターン見とる人も、まあ、結構おるような気はするけど。どう？ストーリー的なことを考えたら、誰が歌ってんだよ。セーニャか。てかめっちゃ強いんですけど、やめてよ。我に返った、やっと。あれ、なんか一人増えとんやけど。やめてくれる？増やすの。あれをね、ストーリー的なことを考えると、ま、この世界では、まあ、やっぱエマを選ぶのが、なんていうん。正しいストーリーというか、そういう感じになってくるんかな。でもな、ドラクエ5の時のさ、
ビアンカ・フローラとはなんかまた違うやね。あの時もね、ビアンカ幼なじみパターンやったけど、でもあれはね、一緒になんかこう苦楽を共にしてきたというか、そういうのがあるやん。やけんなんか、いや絶対ビアンカやろうってなったけど、今回のはな、なんか幼なじみが村で待ち寄るだけやもんね。献身的な女の子ってことなんかな。離れてても一途に思って待っとってくれる女の子みたいな。全然思い入れないんよね。全く思い入れないんよね。ただほら、前から思いよるけど、ベロニカ・セーニャはね、どっちかはなんか神っぽい感じがするんよね。なんかなんとなく私の中で冥界の覇王たちをやっつけた、やったね。え、てか、なんて？めっちゃかかった気がするけど。あゆなよ、見事な戦いぶりだったぞ。これで40点以内に敵を倒していれば、試練は突破となる。さあ、今回の結果は？え、早っ。マジで？そんだけしかかかってなかった？めちゃくちゃ体感時間長かったけど。あ、かわいい。あの、何？勇者の、この像が立っとる台座？めちゃくちゃかわいくない？これあれやろ、勇者とか、ウラーノスとか、そういうのをなんか、ちょっと、古代絵画みたいな感じで描いとるってことやろ。めっちゃ可愛いんやけど。見事だ、29手で敵を倒したぞ。よくやったエーナ。お前は自らの恐怖に打ち勝ったのだ。さあ、約束通り、お前の願いを一つ叶えてやろう。叶えて欲しい願いを選ぶがよい。まあ、幸せになりたいよね。幸せになりたいって言いながらあれやろ、これ。まだ最終ボス倒してないよね。ね、あのニズゼルファとかいうやつ。どうしよう。てか、なんで幸せ、誰がお前を幸せにしてくれ、なんで幸せにしてもらう前提やねん。こっちじゃね、幸せにするの。なんか前回というか、そのファイブの時のさ、ビアンカ的な立ち位置は私的にはマルティナやと思ったんやけど。なんとなく。え、そっちの方は確実に思い入れあるやろう。まあ、でもパッと誰って言われたら、ね、天空の花嫁ほどカップリングパッとしてないんやけど、私の中で。うん、誰かと言ったらマルティナの気がするんよね。幸せにしてくれるやけんさ、これローにしたら、ね、おじいちゃんと二人暮らしとか始める？それはそれですごいほっこりやけど。どうよ。ベロニカせいには絶対、何にも、ね、思い浮かばんのやけど。神はなんか、いい相棒？友情エンドみたいな感じかな。それはそれでいいな。シルビアさん。楽しそうやけど。なんか知らん、楽しそうやけど。グレイグはまあなんか、ボディーガード的な感じなんかな。どうよ、どれがいい？マルティナ、ロー、エマ、カミュ。エマ、カミュ、マルティナ、ローぐらいかな。その4択ぐらいかな。あるとすれば。私の中でのね。あるとすればその4択ぐらい。どうしよう。めっちゃ迷うね、これ。とてつもなく迷う。てか、めちゃくちゃパターン多いよね。超多いよね。異性だけじゃないっていうのが。ストレートにエマ選んどる人多い気がするな。違うパターンでいこっか。違うパターンでいこっか。よし、どうしよっかな。マルティナでいく？よし、マルティナにするね。マルティナか。確かに彼女ならば、お前を幸せにしてくれるだろう。では、これからマルティナと一緒に、え？マジで一緒に住むことになるん？あ、そういう感じ？これって他の場合は？カミューとかやったらどうなるん？カミューと一緒に住む。彼ならお前を幸せにしてくれない。違う意味な感じになってしまうけど。お、すげえ。なるほど。選んだ人と一緒に住むんや。そういう感じだよね。え？何？友情エンドじゃないのこれ。いや、まあ、シェアハウスってことなんかな。これマルティナ選んだらこれ、これ、結婚ってことになるんかな？でもなんかな、
このなんか男選んでの友情エンドやったらまだいいんやけど、他の子選んだ場合の、確かにずっと待ち寄ったエマもかわいそうではあるんやけどね。ただ別に両思いっていう描写別に、なかったと思うしな、仲がいいとし、いや、かわいそうだな。え、かわいそうだな。で、ここさ、グレーグ選んだらさ、グレーグと二人暮らしって意味わからんくない？なんか。めちゃくちゃ意味わからんくない？え、どうしよう。じゃあ、エマにする？シンプルに、ストレートに。エマで行きますか。なんか待たせとったみたいやし。よし。うん、エマか。確かに彼女ならば、お前を幸せにしてくれるだろう。じゃあ、これから幼馴染のエマと一緒に住むことになるが、良いのかな。どっちにしろ、家にあんま可愛りそうにないしな。よし。何、恥ずかしがることはない。愛する人と幸せになりたいと思うのは、人として自然なことだ。まあ、セーブしとるけん。それに、愛するパートナーがいてこそ、強大な敵と戦えるというもの。その願い、叶えよう。この時をもってエマは、お前の家で一緒に暮らすことになった。故郷で新たな生活を楽しむといい。これ何、本人の意思はどういう、まあ、確かに相手、エマはね、確実に主人公好きやなっていうのはめちゃくちゃ溢れ出とったけど。何を幸せと思うかは人それぞれだが、これからも仲良くやっていくのだぞ。私の試練はまだ終わりではない。次に来た時は、さらに強力な敵がお前たちを待ち受けていよう。これ一旦あれかな？医師の村に帰る感じか？さらなる試練に挑みたくなったら、ここに来るといい。では、さらばだ。アミナとエマは医師の村で一緒に暮らし始めた。そして数日が経った。